はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。第83回闘技場最終日ですね。昨日の成績が18勝0敗となっております。物理強化ね、いきましょう。サンダタはもういいかな。やっぱ強いね、サンダタはね。変わったキャラクター、ここはおどろおどろしいおどろおどろしいぞ。しかも範囲、広範囲だぞ。広範囲じゃないヒトラ、ここはやばいね。サンダタもね、盤面を制してしまうんで避けておこう。ここですね。牛と似たようなバラモッちゃん、うちは2凸、向こうは1凸と。これは当たるやつだね。一旦耐えていくしかないな、これはな。はい、対戦よろしくお願いします。はい、順番1番。そういうパターンか。届かないな。で、エルギーから通るというやつだな。どうしようかな。1番来る。どうしようかなどうしようかな。これ どこ行っても当たっちゃうね。かといってこれが受けれるわけじゃないんだよね。1番で、もう燃やしましょうか。そうだね。で、あれは好きなとこ行かして、好きなところ、バラモス、うちのが先か。まあ、トツが1個進んでるだけあるな。で、次の、2ターン目のバラモスに入っちゃまず。おー、これもまあまあ来るね。エルギオスは混乱狙いだね。で、アリーナを1来て、2、3で、ある程度やっておきたい。肩すぐ引っかかっちゃうのか、出ちゃうと。だから魔剣で、アリーナどこまで来る？そこか。魔剣だ。ちょっと待って。3番のドルマゲスがいけないわ。魔剣は打ち込めるけども、次が無理だね。まあいいか。こうかな。こんな感じかな。こんな感じかな。こっちの、まああんまり被んないのによっか。こうか。まあこれでいいかな。こんな感じでいいか。こんな感じでいいか。好きなとこ来ちゃってって感じです。グルリンパが、まあこんな感じでしょうか。で、来て一歩出て打つからここに来るか。あんまりみんなで受けたくないが受けてしまうね、これはね。どこ行っても受けちゃうな。でだ、エルギウス混乱、アリーナ混乱は取りたいんだよね。そうだな。で、次のターンで、まあ、この2人はアリーナとあれはもう混乱取ってしまう。で、次、だからバーナモスとヒューザーは次のターンで処理しなきゃまずいので、左側にいよっか。アリーナほっといてもいいか、別に打ち込まなくてもって感じにします。それが一番いいかもしれないね。次のターンに備えてアリーナに打ち込む。まあアリーナ打ち込んでる。そしたら次のターンさ、ヒューザーの方に行けなくないと思っちゃったね。だからこうしておこうか。こちらがいいかもしれないね。次のターンのために置いておく。で、
彼は好きなとこ回ってもらう。どっちみち見た絵しか入らないんで好きなとこでだね。であとバラモッちゃんのあれに入っちゃまずいね。あーイオか、イオどっちがいいの、イオって。あー大弱点か。5番、入らないよね。打てんのかこれ。あ打てるか、打てるか。ここだね、ここで打てば入ってないね、なんで大丈夫ですね。よし、じゃあこれでいきましょう。これ1個ぐらい出れるのかな、出ておこうかな。これ必殺の範囲だわね、出ておく。出ておく。あそっち側で回るんだ。でこれはここでこんなに。ああそうか、それ考えればよかったな。失敗した。エルギオスの方行けばよかったね、バタフライ。あー持ってなかったね。まあしゃあないか。ここで、あー惜しかったね、圧縮ね。次魔剣、まあどっちが入るんだろう。この間魔剣よりダークマターの方が球団には入ったんで、ここで魔剣打ち込んでもいいんだけどね。はいはいはい。これはどうする、出とく、どうする。で次ピサロはこの T 字でヒューザとあれを打ち込みたい、一緒に。出とくか、行っとこうか。そこは殴っていいよ。ヒューザ、うん、落ちる。うちのバラモスが先、うちのバラモスが先だな。だから、ここはこっち、ここはこっち。ファイヤー、オッケー、オッケー、オッケー。よーし、いたか。焼けつく。しびれくらぎ先生、サイドから上がっております。最前列、一番最前列いるよ。で、また、オッケー、見返しないで。よし、はい、2戦目です。あーオニコン行きましょうか。あーデボラね、デボラも行きたいな。デボラ行こうかな。うん、開花して当たっ、あここも、あこっちのデボラだっけ、あれどこだっけ、見たの今のとこか。テリーとのコンビか。よし、はい行きましょう。デボラは麻痺、麻痺が取れる。しびれクラゲ先生の見せ所。テリーな、テリーは寝といてもらおうか、子供だから寝るっしょ。
すぐ寝そうだね。あ、よく寝るよ。だからこっちから眠らす。1番ガンガンだね。で2番が来て、あーしびれクラゲいくか。最後の有志の美飾る、これ麻痺取ってねえ、いくか。ねえ、ガンガン、多分ガンガンが後ろか前か、どこでやるだろうね。ちょっとわかんないな。前かな。前だとしたらあれだな。1番くる、ガンガン、2番、くる、まあ、くるのみでもいいんだけどね、これ、受け入れるから、間あるからね、隙間が。でもさ、楽しいじゃん。2番、麻痺、麻痺、3番、ピサロね。ピサロに打ち込む。まあまあ、これ変えとこうか、じゃあ、こっち側だね。変わんないのか、ここは。4番もピサロもちろんね。でこの2人は物理しかないから、あ、デインか、ビリバリブレードは呪文か。ドルマキス出ちゃってもいいなと思っちゃったけど、まあ、ピサロでいきましょうか。でマヒさ、ここで取った後にいける。デボラ姉さんいけないかな。1、2、あ、いけるか。こっからいけるね。うん、マヒ、7番来て8番って感じか。はいはいはい、いいんじゃないですか。1番巻いて、で次のターンでやっぱりあっちのヒューザーの方行かなきゃまずいという感じになってますね。だからマヒ取るよりかは、ピサロ優先、次にヒューザーだね。ヒューザー行かなきゃまずいね。これガビン受けてもいいね。まあここに置いとこうか。この陣形がいいかな。はい、行こう。狙いつつヒュートだね。後ろね、後ろなら混乱チャンス2回狙おう。はい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 、よーよーしよしよしよし、余裕があるので、燃やしてやる。マターで決着つけちゃう、マターで決着つけちゃうか。これ、え、これさ、何があんだっけ。え、またにグルリンパ、あ、これはあるのか。キジか、受けてみるか。何、無属性っぽかったけど今。物理の威力削減で素早さ真似下げる。どうしよっか、燃やすか。燃やすか。猶予がある、これは。よしよし、これはいいんじゃないか。え、どうする。デボラ下来てほしいから、あ、ここで何個引こうか。これでいいか。あ、どうしたどうしたどうした、うちのだどっちがミスどっちがミス、これ。これは、ちょっと待って、当たってんのか。どうします、ファイヤー入れてた。ここでいいか。しびれクラゲ先生役割、え、ちょっと待って、1、2、3、圧縮は？圧縮で、こっちとか、ヒューザーって何番目だったっけ？あ、次、回復入るのか。え、これ打てない？ここしかない？しびれクラゲ先生。しびれクラゲ先生。次、テリーが先来ちゃうよね。テリーで大回復入るよね。あー、ちょっとまずいか、麻痺。こうか、こうしておくか、こうしておいて、次、大回復入るな。うわ、まずくないか、これは。順番どうなさっけ。いや、しびれクラゲ行かなきゃまずいし。激減か。
あれ順番どうなんだっけ、この子の順番どこ、469大丈夫、先これ負けてる、回復された後に打ち込む、あこれまずいか、ここでいくか、こんな無効なのがちょっといただけないな、いやこれ落としたいんだけど、そこあ違うわ、どっちみちいけないわ、あ打っちゃった、なんで打った、あなんで打った失敗した、これ失敗したぞ、うわーちょっと待って、ほとばしる、落とそう、当たれよ、出たー、あそこだけか、よかった、え、ちょっと待って、デボラネス、ヒューザが次だよね、これ打ち込んで、デボラどうする、いやーしびれくらいが上がるんじゃなかった、これやられちゃう、ここで邪魔したとてちょっとしびれくらげ、あーやられちゃうな、しびれくらげがやられちゃう、忍び寄りなんかどう、忍び寄りどう、当倍か、動けなくするか、井戸富士、井戸富士当倍、忍び寄りでやるか、あちょっと待って、次何かあるわ、混乱と眠りが狙える、眠りが狙える、眠り狙うか、眠り狙うか、それとも忍び寄り行くか、忍び寄りその場所でドゥグンでもいいよね、忍び寄り行こうか、ダメージ入れるより、よし忍び寄り、はい止まれ、今度はラリホ、ラリホチャンスで、ここの前で邪魔をする、この前で邪魔をする、ラリホよっしゃい、しゃい、圧縮、次しびれくらげ入るかな、入るかな、これでもうデボラ落としてシビルクラゲのほとばしるでピサロ落としたいんだけど、なんか自信がない、落とせる自信がない、焼けつこうか、はいみんなで焼けつこ、よしでどうしよっかな、引っ張ってくる、まだ真昼から OK、 ファイアブレス、あ34、はい OK です、よしよしよし、危ないしびれクラゲ、もうなかなかないからね、しびれクラゲごときがピサロをとどめさせるなんてチャンス、過去2回ミスってますが、はい、というわけ、あともう一戦、もう一戦ある、長かったね、あともう一戦あるんだ、3戦目ですね、ボムはちょっとやめとこう、身代わりくんね、身代わりくん行こうかな、あアンルシアか、アンルシアにしますか、
ゴールデンね。ゴールデンもいいね。ゴールデンもいいな。苦いね。アンリシア行きましょうかね。はい。シビデクラゲ先生が真ん中を陣取ってリーダー感を出しておりますね。相対戦つるっとしてるんだ。相対戦よろしくお願いします。つるっとしてるよ。生意気に真ん中陣取るじゃないか。意外と強いのかと思われてる。向こうから見た目以上に強いのかよあいつは。やっぱりピサロですね。先方はピサロ。1番来る。あーそんな感じになっちゃうか。あでうまく、あうまく入るね。うまく入る入る。またしびれしびれしびれ刺すか。しびれしびれんでいくか。これこの状態でもしびれ狙ってくるっしょ。で1番アリーナどこまで来る。うん、こさせなくていいね。でこれこうで、アンルシアは眠らせるんで、これはピサロ。ああ本当は、あこうか、こうしようか。これでいいかもしれない、うん、こうだね、こうだね。こうすれば強制的にし強制的にシビで、はい OK。 あーいいじゃん、気持ちいい。これ1番来るのみ、2番待機だね、待機。3番も待機。4番、4番誰。あ4番出てくるのみ。5番が先か。ピサロ向こうのあれ、あ眠らすがあるのか。あーそう、うわーこっち5番もダメなのか。何もできないのか。眠り取りたいんだけどね。うわーこれじゃあ何もできないじゃん。このしびれてくれしびれから始まるじゃん。そうか。で次のターンでだって、ああそう、まあそれでいく、それでいくか。やべ、しびれクラゲから始まる戦いとは。よし、あこれは回せられるね。 OK、 それはやっとこ、それはやっとこ。あこれ打てるね、やっとこ。それはあーこれ何、これ何くんの、これ何くんの、これ何くんの、これこれだね。デインかん、デインじゃないな、普通のあれだ。盾さん、盾さん、この勇者の盾ってやつが出るだけかな。盾さん大丈夫だね。見返しすんなよ。よし、あーよかった。でこれはファイヤーでもいく、燃えるから。タテさんの、あーあれは食らっちゃうか。これはこっちだね。んちょっと待って、そうだよね、次のターンは、あまあ一応狙うか、ラリフォーか、なんかね、次のターンはもうヒューザーだけ狙えばいいわけだから別にいいんだけど、まあこれで眠ったらよし。寝た、しびれた、よし。おおおおお、当たるか、あぶねえ、当たるか。うわ全然だな、どうしようかな、これこ、あ全然だな。で寝てるからこっち狙っていこう。半減か、打ち込む必要 なかった気がするけど。ほとばしる、よし、こっち回って、これでいいか。三河市あんだっけ、素早さが上がってる状態だけど私の方が先だってことだね。
でもこれでもいいんだよな。あ、次、危ねえ、あの人だ。危ねえ、まただ。危ない。バタフライで先先手取れると思ったけど、全然違うわ。引っ張ってくる。あっ、逆だったか、ヒューザー引っ張れよかったか。うわうわうわ、おい、どうした今日。おかしいぞ。こんな取れない。こんな取れない。圧縮でいっちゃうか。え、ちょっと待って、だってさ、いけるよね。多分、次ピサロできるよね。ピサロと、あ、やべ、動いてない。これ入るよね、次。あ、大丈夫か、次。あれだ。どっちみちバタフライだ。ヒューザー浮かす必要ない。よしよし。ああ、よかった。今のがミスったとしても、バタフライが先動けるんで、OK でしたね。ああ、よかった。はい、早くです。よし。こんな、OK。はい、さらに焼けつかしてやろう。ん？どうした？焼けつかなかったか。はい、OK です。よーし。いや、アンルシア忘れちゃうね。素早さが上がって、次のターンあれだ。バタフライより先に回っちゃうってこと、前もありましたね。でピサロのダークドリアムで、ダークマターで、前回も落とせたんで、今回も落とせたんですが、よかったんですが、あれ、大事な時に出そうだね、あれ。素早さ上がるってやつ。はい、とりあえず、終わりましたね。1週間終わりました。21勝0敗。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。